倉敷のぶっかけうどんぶっかけうどんとは、うどんを使った料理の一種。岡山県、香川県の名物料理の一つ。麺に直接濃い漬け出しをぶっかけて供されるメニュー。ぶっかけうどん古市を展開する株式会社古市によって、ぶっかけうどんが1993年に登録された商標でもある。岡山県倉敷市、香川県の 両地区のぶっかけうどんは異なる。一方で、熱いつゆで食べるものと冷やしうどんのように冷たいものがあり、その上から濃い目のつゆをかける点は共通である。倉敷、香川以外の地域にもぶっかけうどんを名乗ってはいないが、類似した形式のうどんがある。シンプルかつ古い料理のため、どこにルーツがあるのか求めるのは不可能である。 倉敷のぶっかけうどん汁は、他地域のものより味が濃いのが特徴。特に甘みが強く、そばつゆの影響が強く伺える。家庭においても、市販の麺つゆに甘味等を加えて使用する場合がある。また、他地域ではおろし生姜が薬味として使用されるが、倉敷では冷たいものにはおろしわさびが基本的に使用される。かつては、 近隣の鴨型町などで生産される手延べ麺である、ビッチ中うどんがよく使用されていたが、茹で時間の関係で現在は多くの店が手打ち麺を使用している。家庭で食べる場合は、保管性の観点から鴨型の手延べうどんが現在でも使われている場合が多い。2006年、古市のぶっかけうどんが倉敷ブランドとして認定。うどんの出来が何よりも優先される。 香川県において麺を直接味わえるぶっかけうどんは非常に人気が高い。薬味に使われるのは大根おろしやネギ、レモンが主流だが一部の店ではわさびも使われている。専門店やメインメニューにぶっかけうどんを据えた店も数多く存在している。また高松市群れ町のうどん店山田屋ではぶっかけうどんという名称でいわゆる かけうどんを提供している。一般的に、香川県内では、全通自市の山下うどんが元祖と認識されている。ざるうどんの漬け出しに麺をつけるのを面倒がった客が、麺にそのままつゆをかけたのが、始まりと言われているが、店にも正確な記録が残ってないため、いつ頃から始まったメニューなのかは不明である。また、前述の山だけもぶっかけうどんの元祖を名乗っている。 昨今のサヌキうどんブームや有名うどん店の全国展開により全国的に知られるのは倉敷よりも香川のぶっかけうどんの方である。ありがとうございます。